ルプレヒト・カール大学ハイデルベルクは、ドイツ・バーデン・ビュルテンベルク州ハイデルベルクにある、総合大学。1386年創立で、ドイツ最古の大学。通称は、ハイデルベルク大学。新生ローマ帝国内で、プラハ大学、ウィーン大学に次ぐ3番目として、1386年に、プファルツ選定校ループレヒト一世によって、創立された。 1803年、ハイデルベルクを領有したバーデン大公、カール・フリードリヒにより、現在の名前に改められた。ドイツ連邦政府のエクセレンスイニシアティブ計画で11、エリート大学の一つに指定され、またヨーロッパ研究大学連盟及びコインブラ、グループの創立メンバーである。2019年10月現在、大学ゆかりのノーベル賞受賞者は33人。 国内最高水準の教育と研究力を誇る。人文科学では、著名な教授が数多くここで教弁を取った。哲学史やのクノー・フィッシャー、ビルヘルム・ビンデル・バント、哲学のゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、社会学のマックス・ベーバー、文芸学のフリードリヒ・グンドルフ、社会哲学のユルゲン・ハーバーマス、精神病理学から後哲学に転じた、カール・ヤスパースなど、 日本人初となる客員教授は竹森正一。ナチスドイツ時代にはドイツの大学で初めて全てのユダヤ人教授と学生を排除し、図書館前の広場では噴書が行われた。大学は町全体に広がり、大学外を形成している。三つのキャンパスを要する。町自体が著名な観光地であり、大学の赤用指定、学生寮なども、 観光地となっている。また、マイヤーフェルスターという作家の儀曲、アルトハイデルベルクの舞台となった大学としても有名である。ハイデルベルク大学図書館創設当初は、法学、医学、進学、哲学の4学部であった。2003年の構造改革後、大学は12学部から構成され、それは多数の領域、学科、研究所からなる。 2003年の構造改革後は、大学は12の学部から構成され、さらにその中に専攻、学科、研究所が含まれている。ボローニャプロセスの結果として、ヨーロッパの進学位基準に応じるため、大抵の学部では、現在、学士、修士、博士の学位を提供している。法学、医、派、薬の学士課程では、例外的に、 バーデンビュルテンベルク州実施の修士レベルの国家試験を受験して卒業する。ハイデルベルクは人口約14万人の都市である。ラインネッカートライアングルと呼ばれるヨーロッパの大都市圏に位置し、ハイデルベルク、マンハイム、ルートビヒスハーフェンなどの近隣都市と周辺の小さな町からなる約240万人の人口を要している。ハイデルベルクはロマン主義の発祥の地として知られ、 旧市街や城はドイツで最も多くの観光客が訪れる観光地の一つで、その歩行者天国は周辺地域やその周辺地域のショッピングやナイトライフの中心となっている。旧大学から眺める新大学。1931年撮影。旧市街キャンパスの中心地は、いわゆる新大学である。1931年に正式に開校した、この 新大学は、大学広場の歩行者ゾーンに位置し、大学図書館や主要な管理棟のすぐ近くにある。新大学の建設は、ハイデルベルク大学の卒業生で、元中毒アメリカ大使のジェイコブ・グールド・シュールマンの資金調達キャンペーンに沿って、アメリカの裕福な家庭からの寄付金によって、大部分が賄われた。新築の集会場、最大の講義室、小規模のセミナールームがあり、 主に人文社会科学系の学部で使用されている。人文社会系の教育は大部分が大学広場から徒歩10分程度離れた町の古い地区に点在する建物で行われている。各学部は学生のための大規模な図書館や作業場を備え、セミナー等は一般にこれらの建物で模様される。ベルクハイムキャンパスベルクハイムキャンパスは ベルクハイムの郊外にあるキュールドルフクレア診療所跡地に位置する。2009年3月からは旧市街キャンパスにあった経済学、政治学、社会学の研究機関が入居している。講義室一室のほか、セミナールーム数室、新図書館、カフェテリアがある。1960年代、大学はノイエンハイム市の近くに新キャンパス。 ノイヘンハイマーフェルトの建設を開始した。今日では大学最大のキャンパスであり、自然科学と生命科学のためのドイツ最大のキャンパスとなっている。ほとんどの理系学部、研究所、医学部、ハイデルベルク大学病院、大学図書館科学文館、多くの大学寮や運動施設もここにある。大学図書館本館。1905年地区。 大学図書館は主要な図書館であり、学部や研究機関の分散型図書館と合わせて、約670万冊の印刷図書からなる、総合的な大学図書館システムを構成している。現在、約320万冊の書籍、マイクロフィルムやビデオテープなどのメディア約50万冊、科学雑誌1万冊、7000点の写本、1800点のインキュナブラ、 11万点の実筆譜、古地図、絵画、写真のコレクションを所蔵している。さらに、83の学部、研究機関の分散型図書館には、350万冊の印刷書籍が所蔵されている。現在の大学図書館のルーツは、1388年に、初代学長、マルシリウス・フォーインゲンが、当時の大学大聖堂であったヘイリーグ・ガイスト・キルヒに、保管されていた。 文書箱を購入したことにまで遡る。1978年以降、大学図書館の科学文館は、ニューキャンパスの自然科学と医学の研究所にサービスを提供している。2016年には、大規模な改修工事が完了し、大学図書館には研究スペースが追加された。ドイツで最も利用頻度の高い図書館であり、現在は、 ドイツの最高の図書館ランキングで1位になっている。2005年には大学図書館の利用者3万4500人が年間140万冊の本を利用した。従来の書籍の供給は多数の電子サービスによって保管されている。ドイツ国内2位、ドイツ国内1位、ドイツ国内3位、ドイツ国内2位、ネッカー川で冒頭を漕ぐ学生ら。ハイデルベルク大学では アメフトやバレーボールといった16競技のコートスポーツのチーム、11種類の格闘技のコース、フィットネスとボディビルの26コース、アクアパワーからヨガまでの健康スポーツの9コース、12種類のダンススタイルのグループなどが提供されており、また、馬術、セーリング、ボート競技、スキー、陸上競技、水泳、フェンシング、サイクリング、アクロバット、体操なども盛んで、 ほとんどのスポーツに無料で参加できる。ハイデルベルク大の競技チームは、サッカー、バレーボール、馬術、柔道、空手、陸上、バスケットボールで特に活躍している。男子バスケットボールチームの USC ハイデルベルクは、選手権記録保持者であり、全国大会で13回の優勝を果たし、ドイツ国内リーグの2部リーグで、プロレベルでプレーする唯一の大学チームである。 ハイデルベルク大の学生新聞、ルプレヒトは発行部数1万部を超すドイツ最大級の学生新聞である。MLP プロキャンパスプレスワワードによってドイツで最も優れた学生新聞として表彰された。主要新聞社のジャーナリストからなる審査員は広告収入のみによる運営や大学の経営からの独立性を保っている。その、 バランスの取れた、しかし批判的な態度と最高のプロの要求を満たす単純に素晴らしいレイアウトを評価した。ルプレヒトが身の元編集委員である著名なジャーナリストも少なくない。一方で、各学部の合同学生委員会が運営する批判的なオンライン学生新聞アニメットは、ルプレヒトがしばしば迎合していることを批判し、いくつかの問題点を指摘している。 ありがとうございます。